隠れた。なんだそれ。Thank you.
ですね。多分中田さんとは同じだと思う。初期型の長期的に。帰ってきましたが、まだ日も暮れてないし、夕飯まで時間あるんで、今4時43分、6時43分ぐらいまで2時間でどんぐらいなるかですね。ウーバーをポンしてみました。スタートになったんだ。ちょっと見ました。7分、マックだ。久しぶりにモトクロスやったら、ハブばっか乗ってたから、かかとのギアを探しちゃって、いやー、たまにはやっぱモトクロスもやんないとダメだな、忘れちゃうね。16号マック、相模原店。よし。バイクも結構止まってんの。6番の番号お願いします。5位、はい、じゃあこちら2つ前の方は6番の町のお客様です。温かいのと温かいのと冷たいのと冷たいのと2つもらいます。はい、お箸よろしいですか。2つ、はい、冷たいのと冷たいレッドブルのステッカー貼ってある。よし、2分ですね。 450m、 マックは近い。いいね。松屋日延店さん、松屋の近いので行きますよ。安全運転で。2軒目松屋日延店見えてきましたね。ここでできてるかな。空が綺麗だね。よし、配達先は5分、 1.1。 どこだ、高所だ。ちょうどいいや。止めますね。これはここら辺止めて、よいしょ。そうですね、はい。
けど。はい、お疲れ様です。はい。で、住所です。8分 2.3 キロ。近いですね。安全運転で。山頂目点が鳴りましたね。反対側だな。あ、モスバーガー橋本山頂目点こちらになりますね。ここに止めるか。いいよ、この辺しよう。これが高い方で、はい、はい、了解です。お願いします。あ、ウーバー君見つかんないのかな。そうか、頑張れよ。ツーリング気分だぜ。ちょうどすぐなりましたね。バーミヤン町田大山店。はい、9年のもう6時26分。そうだよね。何時？40何分に始めたから2時間になっちゃいますね。もうこれ最後ですね。これピックアップしてドロップしたらおしまいにします。お願いします。さて最後のピックアップ終わったんで配達に向かいます。8分後、8分先、3.1 キロ。全部で2574円でしたね、2時間。